アイテム番号 SCP-97JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-97JP はサイト814-1の標準人型収容室にて自主的な収容状態にあります。その異常性ゆえに完全な SCP-97JP の収容は不可能であり、また収容違反が起きてもそれを止める手段は確立されていません。 SCP-97JP は常に収容室内に設置されたカメラにより監視されています。担当職員は不必要な SCP-97JP との接触は行わないよう注意してください。3日に一度、同一でない精神カウンセラーと SCP-97JP の面談を行ってください。これは SCP-97JP を自主的な収容状態に止めるのに効果的な手順とされています。説明。SCP-97JP は身長 1.7 メートルで体重不明の、あらゆる物体を透過してしまう異常性を持つ24歳の男性です。この異常性は SCP-97JP 本体だけではなく、他の着用している服や靴にまでその影響が及んでいます。SCP-97JP は自身の着ている衣服以外の、現存するすべての物質との物理的な接触が不可能になっているため、現在 SCP-97JP は収容室の床を通り抜け、膝まで床下に、埋まっている、ように見えます。しかし、なぜか SCP-97JP の鎮火はそこで終わっています。SCP-97JP は毎日決まって 10mm ずつ沈んでいくため、現在、2000年、月、日、から約130日後には財団の収容から離れるものと推測されています。SCP-97JP は食事や排泄を必要とせず、呼吸をせずとも生存が可能です。また、壁や障害物に干渉されずに自由に移動することができますが、SCP-97JP は自身の持つこの異常性を財団が無力化してくれるものと信じて自主的に収容されています。このまま SCP-97JP が鎮火していった場合、最終的にどこにまで至るのかは不明です。現在は、地球の近くにまで達し、そこで SCP-97JP の鎮火が停止するのではないかとの説が有力です。SCP-97JP は自身が最終的に至るであろう状態について危惧し、軽度の状態にあります。彼は自身の無力化を何度か財団に依頼しましたが、財団の理念と反する、不可能なため却下されています。また、SCP-97JP は何度か自身を窒息死させようと試みましたが、その全ては彼の持つ異常性ゆえに失敗に終わっています。事件 97JP A 2000年月日。 SCP-97JP の研究担当主任は自身の足が床下 20mm まで埋まっていることに気づきました。彼は自身のこの異常性が SCP-97JP と同程度まで進行する前に、実機決め的として貸与された拳銃で自らの命を絶ちました。SCP-97JP の精神衛生上の理由から、この件は SCP-97JP に知られないようにしなくてはなりません。なお、研究担当主任は SCP-97JP との接触が最も長かった職員として知られており、これ以降、SCP-97JP と職員の接触は制限されるようになりました。付録 97JPB 以下の内容の文が SCP-97JP の右腕に入れ墨されていました。おっと、ワンダーテインメント博士の日本進出記念版コレクションのミスターを見つけたみたいだね。君のミスターズブズブは水の中だけじゃなくて土の中でもどんどん沈んでいけるんだ。年も取らないからどこまでも探検しに沈んでいけるよ。ミスターズブズブと一緒に君も地下世界の物知り博士になっちゃおう。1. ミスター、おやすみ。発売未定。2. ミスター、顔だらけ。発売未定。3. ミスター、ズブズブ。4. ミスター、暗闇。発売未定。5. ミスター、忍者。発売未定。6. 水、君の大事な人。発売未定。
7、ミスター、引き裂かれる。自主回収中。8、判別不能。9、判別不能。10、判別不能。日本国内にて、ワンダーテインメント博士の正規製品の悪質な類似品が多数出回っているとの報告を受けています。お客様各位におかれましては、そのような製品に十分ご注意ください。